伊豆大図鑑始まるよ。はい、ということで伊豆大図鑑でございますけれどもね、はい、今回から、もう撮ってすぐ上げちゃおうという、はい、そういう魂胆で始めたいと思いますので、今日はですね、3月の13日ですね、月曜日です、はい、今日あげます。はい、はい、ということで、キンキンの話題からお送りしたいと思うんですが、はい、今日はどんなお話でしょうか。はい、今日はそのためにちょっとかっこよくね、あ、はい、それ言ってほしかったな。あ、そうですね、スーツ姿ですもんね。はい、何、はい、かあったんですか。何、かありましたなるほど、というわけでございまして、はい、ちょっとね、伊豆半島全体の人物ということで、はい、伊豆半島から離れて北海道に渡った人の話をしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、その名も依田勉造さんです。依田勉造さんです。ご存知でしょうか。はい、はい、勉造さんまでわからないんですけど、依田さんは分かっております。はい、はいはい、ありがとうございます。松崎町に今、はい、旧依田邸としてありますよね、うん、そこに関わる方。そうですね、はい、なかなか依田って読んでもらえないんですね。あ、難しいですよね、あれは依田さんなんで。そう、依田さんって衣、人弁に衣と書く。そうですね、ね、はい、それに田んぼの田で依田さんです。はい、はい、ある方と話してたら、はい、依田さん、依田さんって言われて何のことかなって思ってたんですね。はい、で、ようやく昨日謎が解けました。はい、うん、依田さんです。はい、依田さんでございます。はい、はい、その、はい、依田さんの兄弟、依田佐治兵衛さんという人と、はい、それから依田勉造さん、いました。はい、これ弟さんってことですか。弟ですね、勉造さん。はい、今、うん、いろいろこの伊豆学研究会さんの方でね、はい、やられてる、はい、その旧依田邸、うん、はい、保存堂をずっとやってましてです ね、イベントなども結構いろいろあるんですけれども、はい、その、依田邸にじゃあ兄弟ってことはお住まいだった。そうですね、はい、ですので依田勉造さんの成果ですよって北海道の方に申し上げるととても喜んでいただけますね。はい、あ、北海道の方はじゃあ結構関わり合いが。そうですね、はい、はい、そのじゃあ依田さんと北海道の関わりもちょっと教えてください。そうですね、そこは大事ですよね。はい、依田勉造さん、この人はですね、はい、民間として初めて北海道を開拓した人なんですね。なるほど、はい、いわゆる僕なんか歴史の授業で教わったね、屯田兵なんていうのもあったんですけれども、はい、そういうあたりは、うん、これはいわゆる官でやってた。そうですね、それを民間で初めて開発をされた。はい、そうです。はい、今屯田兵の話をされまして、はい、これ重要なんですよね。はい、というのはですね、当時北海道は北方の人たち、つまりロシアとか、はい、中国とか、うん、北方からこう攻めてくる。まあ、中国は、うん、まあ、当時はまだ、そんなに住んでる国と思われてはいなかった、いた、どっちでしょうかね。でも、うん、日清戦争をやって初めて中国が弱いんだって分かったわけですよね。はいはいはい、それまではそうではないわけですね。うん、その、うん、日本以外の国はみんな強いと思ってた時代がありました。そうですね、はい、そして北海道を攻められたら大変ということで、うん、武器を持って北海道を開発しよう、はい、ということで、屯田兵というのを海岸線にずっと配置するわけですね。はい、だから兵の字がついてたんですね。そうですね、はい、でところが、内陸部は開発がだから進まなかったわけですよ。あ、なるほど、国防を考えたから海岸線をまず固めたんですね。うんうん、はい、そうなんですよ。はい、で内陸部にじゃあ、開発をしていこうということを考えたのが依田勉造さん。なるほど、なんですね。はい、で依田勉造さんはなぜじゃあ北海道に行かなきゃいけなかったの。そうですよね、これだって松崎に住んでた人だから、うん、北海道なんてはるか遠い、はい、当時はより遠いか、うん、場所でしたよね。そうですね、うん、だからなぜ北海道の地を求めたのか、はい、っていうことになるんですけれども、うん、分かりません。それは分かってないんですねだって依田勉造さんじゃないですなるほど、何かその明確な理由があったんじゃなくて、まあ、何かのきっかけでじゃあ北海道へと。でも物の本によるとというか、はい、本当にこの大志を抱いて、はい、マスラオが心定めし、北の海、うん、風吹けば吹け、波立たば立てという言葉を残して、はい、そして北海道に大志を抱いて、北海道を開拓していくんだっていう大きな志を持っていった。なるほど、というふうに言われています。はい、そしてその
万世社っていう会社を起こすんですね。はい、万世社はどういう字を書くんですか。はい、大器晩成。大器晩成の万世社。はいはい。それで、実はその万世社が、作った農場があるんですね。はい、その農場があるとか大器商って言うんですよ。はい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 。ところが字は違うんですけどね。大器晩成っていうのは器という字ですね。そうですよね。でもこれは大きな木なんですけどね。はい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 。第10なんですけどね、うん、でもまあ大器町というところがありまして、でそこのところ万世温泉って温泉もあるんですよ。はい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 、うん、もうじゃあもうそうか、まさに大器万世、ね、まさに大器万世なんですけどね、うん、で要するに、開拓してすぐには実らないだろう、うん、だけどずっと、行くと、大きな事業として北海道開拓する事業として、まあ、成長するだろう、だから大器万世なんだと、うん、いうことで万世社っていう名前の会社を起こすんですね。はい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 、はい、でそれが、明治15年明治15年、はいはい、に万世社っていう会社を起こします。でその与田佐治兵衛とそれから、いとこの与田善六という人がいまして、はい、で2人とも松崎にいるんですけれども、うん、この2人が支援者になり、で与田善六は社長なんですね、万世社の。はいはいはい。じゃあ一緒に行ったんだ、うん、あ一緒に行かないんです。行ってない。資金を出したんだけど、資金を出して社長なんです、うん、はいはい。で弁蔵が副社長で現地に行くということなんですね、うん、はい、はい、でそれで開発を始めるということなんですね、はい、なるほど、はい、その開発を始めるんですけれども、はい、北海道誰も手をつけたことがない荒野ですよね。そうですよね、当時はね、うん、はい、そこにで作物を作るわけですよ。はいはい。どう思いますか。もういきなりジャガイモ作ったのかなとか思うんですけど、思いますよね、でも、でもなかなか作るの大変だったんですよね。大変だったと思いますよ、うん、まずだって原生林でしょ、うん、原生林の、木を切るだけじゃなくて木を切るのも大変ですが、これ大きな根が張ってるんですよね、うん、これを抜根して、はい、そしてそこで農場を作り出すわけですよね、はいはい、そしてさらに今度は作り出して、じゃあ肥料をどうするんだ、うん、作物どうするの、種まきますね、はいはい、作物は美味しいですよね、うん、美味しいから作るわけですね、うん、作ったら食べたことがない昆虫たち、虫たち、はいはい、動物たちが、はいはい、そこに待ってるわけですよ。そっかじゃあそっか、これは動物たちとか虫たちとの戦いも、うん、それは相当のものがあったんですね。大変だったと思いますよ、うん、今伊豆半島でも、うん、鹿やイノシシとの戦いは、うん、場所によってはかなり熾烈な状態になってますからね。なってますよ、うんうん、それをだってそんな美味しいものが作られるわけですよ、はい、食べたことがない虫や動物が待ってるわけですよ、はいはい、うん、はい、大変だ、うん、っていうことで、はい、開発をしたんですが、うん、もう最初からイナゴの被害、ネズミの被害、うん、もう全てやられちゃうわけですよ、はい、そっか、じゃあその収穫までなかなか至らなかったんですね。至らないですね、うん、そんなこと考えてなかったんでしょうね。なるほどね、これは大変だっただろうな、うん、大変だと思いますよ。これ場所大体どの辺からスタートしたんですか。場所はね、帯広というところですね。帯広、はい、本当にど真ん中ですね、うんうん、で今実は帯広はですね、はい、畑作物として素晴らしい場所ですよね、はい、で帯広ブランドとか十勝ブランドとか言ってですね、うん、その名前つけるだけでお金取るんですね、はいはい、帯広の人たち、うん、すごいでしょまあ美味しいからまあ許しちゃおうって感じかもしれないですけれども、はい、うん、でもその元を作ったわけですよ、はい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 、で当時は何も持ってないわけですね、うん、でそんな元を作った人が実は松崎から出たということですね。なるほど、はいはい、でこの松崎から出た人たち、与田免蔵を含めて、3人有名な聖人と言われている人がいるわけですね、はい、うん、三聖人と言われています、はいはいはい、あ、それがあそこの道の駅にある三聖園になるんだ、うん、そうですね、はい
ということで、はい、もっともっとお話を伺いたいんですけど、終わってしまいました、はい、今日はもう時間になってしまって与田勉造さんが北海道に開拓をしたよというところだけで、うん、何も今日中にあげなくてもよかったぐらいな、ということで続きはですね、これまたすぐ撮ってすぐお送りしたいと思います、はい、ということで、伊豆大図鑑、橋本隆之さんでした。はい、終わります。1号ステーションからの公開収録でした。言うの忘れちゃってた、イエーイ、はい。